今日の特集です。まずはこちらの数字ご覧ください。4兆9526億円。これは国内の自動販売機の去年1年間の売上金額で、なんと日本はですね、この額世界1位なんです。まあ、日本国内の設置台数は現在では500万台以上となっていますが、そんな日本の自動販売機、ただ商品を売るだけではないユニークなものが続々と登場しています。今月東京ミッドタウンに登場したのはシャンパンが買える自動販売機です。窓口で専用コインを購入し、好きな番号を押します。一般的な飲み物の自動販売機と同じ操作でシャンパンを買うことができます。販売しているのは人気の銘柄モエエシャンドンのミニサイズミニモエ。グラスに注ぐのではなく、瓶に付属の飲み口を取り付け、併設された屋外ラウンジで飲むことができます。私たち その商品の良さを、特にそのミニモエっていうところが、まあ、なかなか皆さんに多分まだ知られていないところが大きいと思うので、そちらを知ってもらいたい。商品 PR のために設置されたこの自動販売機、利用者の反応は？いいですね。手軽でもっと親しみやすくなります。シャンパンを片手に屋外で映画鑑賞が楽しめるイベントも開催。利用者は自動販売機でシャンパンを買うことをイベントの一環として楽しんでいました。自動販売機を利用した商品 PR に地方の自治体も乗り出しています。先月東京メトロ有楽町駅に登場したのは、富山県の特産品を販売する自動販売機。地下鉄の駅構内に自治体が運営する自動販売機が設置されるのは初の試みです。一番は富山の PR だと思ってます。自動販売機を面白がって見ていただいて、できれば買っていただいて、じゃあこんな美味しいものがあるなら富山に行きたいなというふうになってもらえたらいいなと思ってます。昔食べたことがあったんで、なかなか売ってないんですよね。珍しいものだからいいんじゃないですか。特に売れているのはホタルイカや白エビなど富山の食材を使った商品です。そして人気第1位は、銭湯の風呂桶でもおなじみの富山の薬の名前が入ったボディタオル。関連グッズも人気です。ケロリンが気になっただけで子供のお土産に。有楽町駅に設置したことで思わぬ効果も生まれています。同じ有楽町にある富山のアンテナショップでは、自動販売機で商品を知った利用者が自動販売機では買えないものを買いに来るようになったといいます。今や国内に500万台以上ある自動販売機、新たな活用法も注目されています。24時間の電気が流れている、それから街角にたくさんあるということであれば、それを使ってね、売ること以外の機能をどんどん出していく。これだけネットワーク社会が進んでますから、自販機をその受発信基地にする。今始まっているのが、自動販売機をネットワークの拠点にする取り組みです。中野区に設置されているのは Wi-Fi 機能付きの自動販売機。国内の公衆無線 LAN、Wi-Fi の環境をどんどん広げていこうということで、自販機と Wi-Fi をセットで導入いただくことで、お客様はネットワークの費用負担なくですね、Wi-Fi 環境を構築いただけるという仕組みになってございます。また災害発生時には電気が止まっても手動で飲み物が取り出せる機能も備わっています。 Wi-Fi 機能付きの自動販売機は去年7月から設置が始まりました。主に観光や災害時に役立ててもらおうと、公共施設、ショッピングモールなど全国およそ200カ所に順次導入されています。ただ商品を売るだけでなく、付加価値を提供する情報発信基地へ。自動販売機の可能性はまだまだ広がりそうです。
本当にユニークな自動販売機がいろいろ出ているものなんですね。いつかこの自販機で全国各地の特産品が買えるようになるんでしょうね。以上特集でした。